皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2022年11月14日に行われた、第94期ヒューリック杯棋聖戦、羽生善治九段と、森内俊之九段の一戦をお送りするぜ。さあ、なんということでしょう。二次予選も早々に、伝説級のカードになってしまいました。両者永世名人の資格を持つレジェンド、こんなに早く当たって欲しくはなかったな。でも、本音で言うと見られて嬉しい。そんなゴールデンカード、対局の前に、プロフィールを確認しておこう。まずは先手の羽生九段。1970年9月27日、埼玉県所沢市出身。二上達也九段門下の52歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル戦登場137回で99期獲得、一般棋戦優勝45回、現在制定されている永世称号、その全てを保有する、唯一無二の大棋士ね。その棋風はいわゆるオールラウンダー、居飛車振り飛車構わず差しこなし、なんならその時その場面、面白そうな方向性があれば積極的に踏み込んでいく、対戦相手の得意戦型もお構いなし、そして力の差を見せつけねじ伏せる、鬼畜メガネと呼ばれるのはなぜだろう。今日もあなたの魂抜いて差し上げます。将棋界のイケる伝説、羽生善治九段だぜ。それだけ聞いてるととんでもないわね。いたずら心がうずいちゃうんだろうな。というわけで続いて、後手の森内九段。1970年10月10日、神奈川県横浜市出身、勝浦治九段門下の52歳、今期竜王戦2組、順位戦はフリークラス宣言、タイトル戦登場25回で12期獲得、一般棋戦優勝13回、特に名人位は8期獲得し、18世名人の資格を保有、歴史にその名を刻むレジェンドだ。衝撃のフリークラス宣言以降、勝負感が衰えるのかと思ったらむしろ逆、俺の全盛期は今、そういうワンがばかりに切れ味が上がり、各棋戦で上位棋士をなぎ倒す。戦場にいたら伝説の傭兵扱い間違いなし。そんなレジェンドの登場よ。その棋風は鉄壁と言われる守りに加え、圧力高い、鉄の塊のような手厚い中盤、棍棒でぶん殴るような破壊力抜群の終盤、どう考えてもフリークラスはもったいない。そんな日々進化を続ける、魅力ある将棋。本日は後手、どう展開を作るかも注目だ。なお、お二人の対戦成績は138戦で羽生九段78勝、森内九段60勝。今日は盤上でどんな語らいが待っているのかしらね。最初から最後まで、目が離せないな。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、羽生九段、マリサが後手、森内九段だぜ。それでは、お願いします。2六歩。8四歩。さあ、小さい頃からしのぎを削ってきたお二人。7六歩、その長い叙事詩に、また1ページ刻まれるね。8五歩、積み上げてきた対戦、実に138。7七角、そのそれぞれに歴史を感じるな。3四歩。さあ、盤面は角代わりの進行。8八銀、研究の深さが物を言う戦型ね。ここまで二人が、3二金、どういったものを得てきたか、の語らいになりそうだ。7八金、それではしばらく手を進めていこう。7七角なる。同銀。2二銀。3八銀。6二銀。角代わりには主に3つの派生形があるけれど、4六歩、今回は腰掛け銀でじっくり行こう。6四歩、棒銀、早繰り銀に比べじっくり思考だな。4七銀、中央に銀を据え、睨みを利かせよう。6三銀。3六歩。7四歩。王様を金駒に寄せ、連携を持たせる、6八玉。4二玉。王様側の端歩をついて、9六歩、スペースを広げつつ、角の打ち込みを防ぐ。9四歩。1六歩。1四歩。攻めの基本は右の銀形。3七形、前線に押し上げ、攻撃準備。7三形、誤差はあるが、ほぼ同じ方向を目指す。4八金。8一飛車。2九飛車。6二金。5六銀。3三銀。
2五歩。さて、だいぶ局面が煮詰まってきたね。5四銀。あとはいつ、どちらが仕掛けるか、だけど。6六歩。私はとことんまで煮詰めていく方針よ。5二玉。バランスを保ちながら、先手の仕掛けを待つ。6九玉。王様の移動で歪みの調整。4二玉。ここも手待ち、王様の反復横飛びだ。7九玉。王様を囲い、硬さを確保しよう。5二玉。8八玉。4二玉。さて、ここで一旦ストップ。戦型は角換わり合い腰掛け銀。研究が物を言う、と言われる戦型で、分岐がとても多いのが特徴だ。お互いに大駒の角を持っているので、少し隙を見せると、角を打ち込まれ、一気に戦況を持っていかれてしまうのね。そうならないために、自陣にまんべんなく、守りの分担をしているんだな。サッカーでいうところのゾーンディフェンスね。そしてこうなってくると、勝負を分けるのは、どうバランスを崩すかの工夫だ。後手は自陣のバランスを崩さぬよう、王様の位置をあまり変えず、先手の攻めを待ってるね。先手はこれから攻めるため、自分からバランスを崩すことになる。なので、なるべく護衛が多い、88に、王様を囲って安全を担保しているんだな。対して後手はこれから攻めさせるため、一番危険性のある飛車先を避け、真ん中付近でやってこいよと踊っているんだね。へいへい、言ってんのか？やれるもんならやってこいよ。なんかムカつくけどそういうことね。まあ、そんなわけでできれば仕掛けたくないんだけど、このまま放っておくと同じ局面が4回繰り返す、いわゆる千日手という引き分けになり、戦後入れ替えになっちゃうんだね。先手は自分から先に動ける分、半歩リードがあるわけだ。なので、私としては戦後入れ替えは大歓迎。私はそれは嫌なのよ。ただ、ここに来てさっきちょっとした工夫が一つあり、8筋に王様を入れる前に、6九をわざわざ経由したよね。なんだか無駄な動きをしていたな。それが実は無駄じゃなく、その一つを挟んだことで手番にズレができ、8八玉とした瞬間、後手の玉は、5八にポジションし、そこから一つ動かないといけないんだね。そして動いた先が4二のポジション。この違いが何かというと、私が仕掛けるとき、4五桂、危険な2筋に一マス近いのよ。2二銀、銀を引き、桂頭を咎める余裕を持つ。3五歩、さあ、ここからは突き捨ての連続。同歩、後手の陣形を解体していくよ。1五歩、端にも手をつけ、間延びを狙う。同歩。まだまだ突き捨ては終わらない。2四歩、衣を剥がすように丁寧に。同歩、想定される戦場にスペースを作ったところで。同飛車、飛車が突撃、手駒を確保よ。ここで反発、8六歩、私も攻撃の糸口を作るぜ。同歩、8七歩、同玉では、護衛が届きにくくなるだろう。同金、先手陣は、守りの金が上ずったことで。8五歩、守りのバランスに歪みができたと言える。同歩、あらかた先手陣に利かせを入れたところで。2三銀、銀を立って飛車を追い返す。2九飛車、ここで傷を塞いで初戦は終了。2四歩、私はバランスを保って銀冠を作り、先手の飛車先に厚みで対抗する形を作れたぜ。逆に私は一連のやりとりで、手元に歩が4枚できたのが大きな強み。1、2、3筋から歩が消えて、自由に打ち込む猶予があるね。でも、王様周りのバランスが悪くなったのがデメリット。これがお互いの主張だな。この選択が後の指導響いてくるだろう。まずは主張を押し通すために。7五歩、持ち歩を生かすため、スペースをこじ開ける。同歩、まだまだ歩の雨あられは続くわよ。2二歩、同金は壁になってやりにくかろう。3三桂、たまらず跳ねてきた桂馬を交換。同桂なる、一気に後手陣を乱していくわ。同玉、歩を成り捨て、飛車を8筋からおびき寄せよう。2一歩なる、取らないと厄介なのがと金だよ。同飛車、後手のバランスが右側に偏ったところでさらに。4五桂、桂馬を打ち込み上部から押さえつける。22玉。一方的に攻め続けられてはいるが。33歩、耐え続ければチャンスは回ってくるだろう。42金。後手の陣形はふんどしをかけるのにおあつらえ向き。74歩、あらかじめ開けておいた桂頭に歩をねじ込むわ。85桂。桂頭に銀をかわして局面を受ける。86銀。この隙に、自陣に効いている桂馬に当てる。44歩、桂馬の交換で次の手を狙おう。先手陣はスペースが広大で、手を作りやすくなっている。85銀。
4五歩。同歩。8筋に飛車を戻し、銀取りに当てるぜ。8一飛車。飛車先を直接当てるのではなく、8三歩、緩和の一手で位置を誘導よ。ならば相手にせず、4七歩、金を叩いて応手を尋ねる。同銀に対しては、6七角打ちが銀取りに馬の作成、スペースがある中でこれは強烈だ。確かにそれでは大変ね、同金。だが、金で取ってもまだまだ。5八角、銀取りのパターンはまだあるぜ。何のこれ式、9七桂、銀の支えに桂跳ねで耐えるわ。9三桂、増援を送り、引きを増やす。まだまだ、8四銀、さらに進んで歩成りを狙う。ではその隙に、8五桂、角の後押しを受け、玉頭を狙う。4八金、根元の角に当たりをつける。だがその前に、9七桂なる、大手で先着、角の退路も確保だ。同玉。桂馬の飛び込みをさばくと荒不思議。8五角なる。なんとあれまあ、手元に桂馬が2枚。4六桂、必殺の次桂を狙って土台を作る。確かに私の陣形は、重要な駒が一つ置きに並んでおり、桂馬の格好の餌食と言えるだろう。だが、等間隔で駒が並び、下段を飛車がカバーしているこの状況、味方によってはバランスが取れている、とも言える。対して先手は隅に追いやられ、守りの駒も少なく、スペースも十分、ここは攻め合って仕留められるかどうか、踏み込む価値はあるんじゃないか ?84 馬、構わず攻め合いの意向を示そう。3四桂打つ、望むところよ、一気に決めるわ。同銀。同桂。かわしながら手順で王様を逃がしていこう。3三玉、取らせた金に同玉を合わせ、移動する。4二桂なる、でも、2筋から守りがなくなるので。同玉。一気に飛車が走り、懐が見えるわ。2四飛車、優ができれば速度が段違いよ。5二玉。2二飛車なる。4筋から白が消えているので。4二歩。歩の合駒まで、低コストに壁を作るぜ。7三銀、それなら左右強撃、一気に迫るわ。7四馬、根元を払えば安定しないだろう。むむむ。6二銀なる、飛び込んで壁から後手玉を引き剥がす。同玉。これで一見飛車の寄せが立ち。4二優、あとはこの攻めが届くかどうか。5二桂、下段は飛車の守りが効いているぜ。ならばこちらから、7三歩。同馬。次の一手、5三に寄せれば桂馬も取れる。4四金。5三地点を下段から補強だ。4一桂。おっと、一手の感激に守りに回ってくれた。5四金、それなら遠慮なく、攻めを続行するわよ。同歩、む、むむむ、後手陣守りの要の2枚。8二銀、大駒2枚の両取りよ。なんと。8五桂。とても危険な攻めではあるけれど。8八玉。かわしきれば私の勝ちは目の前ね。8三馬。むむ。8一銀ならず。7七銀。なんとか食い下がりたい。同金。同桂なる。同玉。7六金。ここから右方面へ逃げさえすれば、6八玉、金銀の守りが効いて、捕まらないね。むむむむ、ここから先手玉を捕まえようとしても、5九から右方向へ逃げられ、捕まらず、金を傘に攻めが続かない。では、自玉の安全を図り、長期戦に持ち込もうにも、竜を取ろうとすれば、5一角打ち以下、後手7一玉、先手7二銀打つ、後手同馬、先手同銀なる、後手同玉、先手7三飛車、後手8二玉、先手8三金、後手8一玉、先手7二飛車なるまで、他に逃げたとしても、戦力の差が大きく逃げ切れないか。左右に散らしながら攻め続ける容赦なさ、この感覚、相変わらずだな。負けましたー。ありがとうございました。押し切られてしまった印象だ。よくある角代わりの立ち上がり、後手は手待ちを確定させ、先手の仕掛けをどうさばききるか、の構図。
45手目に羽生九段が仕掛けてからは、断続的に攻める先手、感激を塗って利かしを入れる後手、まさにそれぞれの棋風通りの攻防で、かつての名人戦を思い出した方も多いんじゃないかしら？ただ、そういうノスタルジックな将棋ではなく、現代将棋としてのバランスの取り合い、その上に攻め、守り、裁き合い、とても熱い攻防が見られたね。まんべんなく配置し、裁きながらの移動を志した後手、攻守を明確に分け、最低限の硬さと数による攻め、攻め駒は現地調達する勢いの先手、なかなかに若々しい将棋だったよね。途中、先手陣にスペースもあり、やれるか、と思った場面もあった気がするな。115手目、先手4四金への応手がポイントで、本譜では受けに回って4一桂としたんだけど、ここで受けに回らず、8五桂とするのが先手にとって激痛で、上部に逃げた場合、桂馬をどんどん足されて、逃げ場がなくなっていき、後ろに押し返されるんだけど、7八銀で逃げ場が塞がれる。その後も、詰めろをかけ続けられる苦しい展開ね。受けに桂馬を使ってしまったから、包囲網が足りなくなってしまったんだな。その辺も含め、これは羽生九段が、勝負術の一環として桂馬を使わせたと考えると、納得するしかない終盤じゃない？言って、一マス、一つの駒、紙一重の上に想像以上の重みがあるんだな。他の対局もそうなんだけど、基本的にトッププロの将棋って、その紙一重の連続で、評価値が何千点と積み重なっていても、少しのズレで逆転してしまう。そこが怖いところであり、醍醐味なんだよね。なるほどな。この結果を受け、羽生九段は二次予選決勝進出、次戦は千田七段、梶浦七段の勝者と、本戦トーナメント進出をかけて対局よ。どちらも使い切っての実力者、本譜以上の熱い戦いを期待したいな。それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。